ネスターは、オーストラリア海軍の駆逐艦。N 級駆逐艦の一艦。第二次世界大戦中の1941年2月に、襲撃し、大西洋や地中海、インド洋で活動した。1942年6月、地中海で実行された、ビガラス作戦中に空襲で損傷し、処分された。グラス号5番のフェアフィールド舎で建造され、 1939年7月26日帰港。1940年7月9日浸水。1941年2月3日収益。本国艦隊の第7駆逐軍に所属した。1941年3月1日にスカッパ、フローに着き、アイスランドに向かう戦団の護衛などに従事した。4月10日から4月28日までクライドで。 改装工事が行われ、二百八十五型レーダーが搭載された。五月五日に、ネスターは、第6駆逐軍に加わり、軽巡洋艦へディンバラ、マンチェスター、バーミンガム、駆逐艦ベッドウィン、ソマリ、エスキモーと共に、北極海で、ドイツの気象観測船の捜索に当たった。五月七日、駆逐艦ソマリによって、気象観測船ミュンヘンが捕捉され、ネスターは、 捕虜となったミュンヘンの乗員を乗せて5月9日にスカパフローに戻った。5月18日、ドイツ海軍の戦艦ビスマルクと従順洋艦プリンツオイゲンによる大西洋での通商破壊を目的としたライン演習作戦が開始された。5月22日、ネスターは本国艦隊の戦艦キングジョージ5世空母ビクトリアスなどと共にスカパフローから出撃した。 5月24日、ビスマルク、プリンツ・オイゲンとイギリスの巡洋戦艦、フッド、戦艦プリンス・オブ・ウェールズとの間で、デンマーク海峡海戦が発生し、フッドが撃沈された。ネスターはビスマルクを追撃する艦隊に同行したが、5月25日に、給油のため、アイスランドへ向かい、以後の戦闘には参加しなかった。ビスマルクは5月27日に、 キング・ジョージ5世などに捕捉され撃沈された。7月、ネスターは地中海でサブスタンス作戦に参加した。これは7隻の船からなる船団を西からマルタへ送るというものであったが、1隻はジブラルタル沖で座礁し作戦参加が不可能となった。ネスターは7月19日にジブラルタルに到着した。7月22日、ネスターは イタリア潜水艦ディアスポロが発射した魚雷を発見、巡洋戦艦レナウンに警告を送るとともに、爆雷攻撃を実施したが、結局潜水艦を見失った。7月23日には、空襲を受け護衛艦,艦艇に損害が発生した。さらに夜、パンテレリーア島の北で、イタリアの魚雷艇による襲撃があり、貨物船シドニースターが、ひかみなりし落語した。 それに気づいたネスターは、シドニースターに近づき、487名を異常させた。それから、ネスターとシドニースター、そして救援に派遣された、軽巡洋艦、ハーマイオニーの3隻はマルタへ向かった。途中空襲を受けるが、命中弾はなく、3隻は7月24日午後2時に、マルタに到着した。7月27日、ネスターを含む艦隊は、 ジブラルタルに祈祷した。ネスターが参加した次の作戦は、スタイル作戦であった。これは、サブスタンス作戦時に座礁した、兵員輸送船に乗っていた兵員など、これまでの作戦で、マルタへたどり着けなかったものをジュニオ艦などに乗せて、運ぶというものであった。それを援護するため、H 部隊が7月30日に、ジブラルタルから出撃し、ネスターもそこに加わっていた。 平移入送に当たった X 部隊は8月2日にブジマルタに着き、8月4日に H 部隊と共にジブラルタルに帰還した。8月6日からはネスターは OG70 戦団を護衛し、8月12日にジブラルタルに戻った。続いてネスターはミンスミート作戦に参加した。この作戦では8月24日に空母アークロイヤル搭載機が、 サルデーニャ島空襲を行った。ネスターは、次は、中東へ向かう、兵員輸送船団の護衛に従事した。9月11日、給油のために立ち寄っていた、ガンビアのバサーストからの出港直後に、ネスターは、アスディックで何かを探知し爆雷を投下したが、その爆雷の爆発でネスターにも被害が生じた。現地での修理は、不可能であったためデボンポートに向かい、 10月1日から11月30日まで損傷の修理が行われた。修理完了後ネスターは WS-14 戦団と共に出港し、途中で戦団とは分かれてジブラルタルへ向かった。12月15日、ネスターはサンビセンテ岬南西で浮上航行中のドイツ潜水艦 U-127 を発見した。ネスターは砲撃を行い、 U127 が先行すると爆雷を投下した。また、同行していた他の駆逐艦も爆雷攻撃を行った。U127 は撃沈され、それはネスターの戦火とされている。ネスターは12月16日にジブラルタルに着き、22日には軽巡洋艦大動や4隻の駆逐艦と共にマルタへ向かった。 それは、マルタからアレクサンドリアへ向かう船団を護衛するためで、あり、それは、MF1 作戦と言った。12月24日に、マルタに着いたネスターなどは、C 部隊として、B 部隊と共に船団を護衛して12月26日に、マルタを出発した。途中空襲があったが目立った被害はなく、船団は、目的地に着いた。12月31日、 ネスターはバルディア砲撃を行った。太平洋戦争勃発により、オーストラリア政府の要求に応えてネスターなど3隻のオーストラリア駆逐艦が東洋艦隊へ移されることになった。3隻は1942年1月3日にアレクサンドリアを離れ、途中で空母インドミタブルと合流し1月14日にポートスーダンに着いた。 インドミタブルはシンガポールへの戦闘機の輸送任務についていた。インドミタブルと3隻の駆逐艦は1月15日にポートスーダンを出港した。途中で戦闘機の送り先がバタビアに変更となり、1月27日と18日にインドミタブルは戦闘機を発進させ、2月2日にトリンコマリーに着いた。続いて今度はポートスーダンからセイロン島へ。 戦闘機を輸送するインドミタブルを護衛した。ネスターはそれからはしばらく、インド洋で過ごし、護衛任務などに従事した。5月のディエゴ・スワレス攻略作戦の際は、日本軍の来襲に備えて、戦艦ラミリーズ、ウォースパイトなどと共に、マダガスカル東方に展開した。沈没するネスター1942年6月、マルタへの補給作戦である。 ビガラス作戦に参加するため、ネスターは再び地中海に戻った。6月11日に最初の戦団がポートサイドから出発し、続いて2つ目の戦団がハイファから、3つ目の戦団がアレクサンドリアから出発した。ネスターはこのうちハイファから出発した戦団の護衛であった。3つの戦団は6月13日に合流した。数国軍による空襲や、 S, S ボートの襲撃で船団の船や護衛艦,艦艇には被害が続出し、ネスターもそのうちの一隻となった。6月15日午後6時6分、トブルク北方でネスターの資金で爆弾が爆発し、ネスターは大きな損害を受けた。駆逐艦ジャベリンがネスターを栄光したが、ネスターの揺れがひどく栄光は二度中断された。アレクサンドリアまでの距離を考えると、 これ以上栄光を続けた場合はジャベリンも失われる可能性があるためね、スターの処分が決定され、6月16日午前7時頃、ジャベリンの爆雷でネスターは沈められた。ネスター上院の戦死者は、第一ボイラー室の浸水で死亡した4名であった。ABCDHMS、ネスターアーカイブド2011年4月6日。 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ABC ・ザ・ケリーズ、P216 第二次対戦駆逐艦相乱、P20、ザ・ケリーズ、P88AB ・ c ザ・ケリーズ、P89ABC ・ザ・ケリーズ、P133、AB ・クロノロジー・オブ・ザ・オー・アット・ C1939 から1945、P72、クロノロジー・オブ・ザ・オー・アット・ C1939 から1945、 P74 ロイヤルオーー・ーヤルオーストラリアン・ネイビー1939 1942 P397 ハット ABCDEFG ザ・ケリーズ P134 ロイヤル・オーストラリアンネイービー1939 1942 P398 ロイヤル・オーストラリアン・ネイビー1939 1942 ピアニッシモ、398から399、AB The Royal Navy and the Mediterranean, Vol. 2, November 1940 December 1941、19 19 P152 サマービル、S Force H, P154, The Royal Navy and the Mediterranean, Vol. 2, November 1940 December 1941、P153 19、The Kerries, ピアニッシモ134から135、ハット ABCD ザケリーズ、P135、ハット AB ロイヤルオーストラリアンネイビー。1939-1942、19 P407 ハットロイヤルオーストラリアンネイビー、1939-1942、19 P408AB ザロイヤルネイビーザミディテレニアン、ボリューム2。 ノーベンバー1940、ディセンバー1941、P232、クロノロジーオブザオアットシー1939から1945、P130、ザケリーズ、P136、ロイヤルオーストラリアンネービー1939、1942、 P525HAT ABC The Irastolius and Implakable Classes of Aircraft Carrier 1940から 1969P119The Irastolius and Implakable Classes of Aircraft Carrier 1940から 1969P121British Invasion Fleets ピアニッシュも8から949 マルタ・コンボイズ1940から1943ピアニッシモ351から352マルタ・コンボイズ1940から1943ピ351マルタ・コンボイズ1940から1943ピ353ロイヤル・オーストラリア・ネイビー1942-1945ピアニッシモ93から94 ABC ザ・ケリーズ、P-152、ロイヤル・オーストラリアンネイビー、1942・1945、ピアニッシモ96、ロイヤル・オーストラリアンネイビー、1942・1945、ピアニッシモ94、ありがとうございます。